皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。今日は久しぶりに視聴者さんから質問をいただきましたので、あ、もうフィントが気になりすぎて動画撮れない。視聴者さんから質問いただいたので動画を作るんですけども、それもなかなかディープな内容です。それがこちら。あ、読まなきゃいけないんだ。じゃあ早速読みます。青木さんはじめまして。最近知ってからはよく動画を見てます。実はこの前彼女ができまして、それも青木かのんさんと同じ元男の子です。マジか。最初言われるまで全然女性と思ったので衝撃的ではありましたが、好きにな衝撃的ではありましたが、好きに性別ってそこまで重要なのかと、ずっと女性しか付き合ったことのない僕が言うのもあれですが、そう思ってます。めっちゃ素敵ですね。彼女と付き合うようになえ彼女と付き合うようになってから、青木かのんさんを知って動画見てて、いろんな動画を見ていく中で、元男の子ってどんな気持ちで生きてるのか気になるように なりました。あ、私一応女子アナですからね、もともと。あれ、今とても仲良くやってますが、これから長い関係を築くには、元男の子にはこれをしたらあかんぞなどのタブーなことがあれば教えてください。動画になることを期待してます、とのことです。ありがとうございます。いっぱいありますよ。一応何を隠そうと、私はノンケの男性と2年半も同棲をしていました。それで、私が今回話すのが、元男の子に対して彼氏がやってはいけないタブーなこと6個切り悪いけどやっていきます。イエーイ。で、今回その6個なんですけども、私のこの実体験も含みつつ、数個だけ他の元男の子の友達から聞いた話などもありますので、よかったら最後まで見てってください。多分後半の方がやばい内容になるかもしれないけども、引きます。まず1つ目、ストレートの人と比較されるのは苦痛だ。これはね、あの、私の話ではないんですけども、どういうことかっていうと、ストレートって要は男として生まれて女の子が好きな人、女の子として生まれて男の子が好きな人、要はもうノーマルの人です。そういう方々と自分を比較されると、要はだから、お前さーって、〇〇ちゃんと比べて背高いよなーとか、〇〇ちゃんの方が肌綺麗だよねとか、多分そういうことだと思うんですよ。結構あるあるで、元男の子が彼氏とデート行く時とか、街中でね、自分以外の、まあ、要はもう本当に生まれながらの女の人とかいっぱいいるわけですよ。そういう人と比較されるのがめちゃめちゃ怖いみたいな。まあね、もともと男性なわけなんで、体格差とかそりゃ出てきますよ。だって私だって170センチですからね。なのでそれ人によって様々ですけども、まあ敏感な人はストレートの人と比べられると傷つく人が多いと思います。私はもう散々自虐してるんで、 YouTube 上で全然平気です。2つ目、これ私の話です。手を握られるのが少しビビる。どういうことかというと、私もね、あの、もともと野球少年だったんで、男子時代の時は、あの、普通の男友達とこうやって比べても、結構私、華奢な方なんですよ、男子にしては。情けない体型してるね、みたいな。もう野球引退後ですよ、それは。もう筋肉量も落ちるんで。しかも女性ホルモンやってるから、細く、なんか見えるようになるらしいんですよ。私は結構、いけるんじゃねって思ってた口が、やっぱり生まれながらの女性と並ぶと、なんかスポーツやってた女の人みたいな感じに見られがち。なので手とかも、普通の男性の標準よりかは小さいけども、女性で言うと少し大きめ、そんな感じなので、手をつなぐってなると、彼氏に、ああ、そうだよね、元男の子だったよね、みたいな感じに思い出されないかっていうことですよ。思い出さないでね。意外なところ、来るでしょ。それだけ元男の子ってノーマルの人とちょっと違った感覚で生きてるのかもしれない。3つ目、これはね、私も微妙に感じたことです。信頼関係が本当に築けてない段階で将来のことを話さない方がいい。だから本当に将来この人とずっと一緒にいるっていう段階になるまでは、うん、やっぱ自分無理だから、子宮ないし、あの、子宮を支給してください、ね、いつもそうやって思ってるんですけども、
元男の子さんとかはメンタルがね、私のようにこの鈍感ではない人の方が大半だと思うんですよ。むしろ繊細な人が多いんですよ。なんか将来のことを聞かれると、私でいいのかなとか、私産めないの分かってるのに行ってくるのって言って、どんどん自暴自棄になってしまう人が多い。本当ちょっとね、言っちゃ悪いけども、結構メンタル的に不安定な人が多いんですよ。それはもう仕方ないと思う。だって自分の体とは反対の性別で生きていくってことはもう並大抵なことではないんで、それはメンタルがちょっと不安定になっちゃいますよね。こいつがおかしいだけです。何なんだよな、私もう変顔動画やりまくって、なんか芸人枠みたいな、もうそろそろなんかキャラの修正が効かない段階になってきたんですけども、まあいいや。5個目、これは私の話です。靴屋さんに一緒に行くのが恥ずかしい。どういうことかっていうと、私足のサイズ 24.5 とか動画上で言ってると思うんですよ。まあ、実際のところ 24.5 履いてたんですけど、結構その長時間履くと痛くて、 25cm と 24.5 ってなんかすごい境界線のような感じがするんですよね。だから25だったら男でもいるサイズ、 24.5 とかって女っしょみたいな。で、私は24.5 とか頑張って履いてたんですよね。本当はね、スニーカーとか25とかが一番履き心地いいし痛くないから、それ買いたいのに、彼氏が一緒に靴屋来ると 24.5 買わなきゃいけないんだと思って、それが私はしんどかったですね。次、5個目、カラオケデートはやばい。元男の子さんはもう私のこの低めの声を聞いて分かる通り、女の子っぽい声ではないと思ってて、まあ、どっちかというと私中性だと思うんですよ。顔隠して音声だけ聞いてみてください。なんかちょっとイケメン男子を想像しません？お前の瞳にチェックメイト。ほら、ね。で、なぜそのカラオケデートがやばいかっていうと、彼氏とさ、一緒にカラオケ行くと、やっぱり可愛い歌を歌いたいとかさ、モームスとか AKB とかさ、歌いたくなっちゃうじゃないですか。私当時その、まあ、性別を変えたてっていうか、なんか女の姿で生きたてだったんで、今の感じで女の人の声で女のキーでカラオケを歌うことがなんか苦手っていうか、どっちかっていうともうなんか裏声でずっと歌うみたいな。だから全然歌えなくて、彼氏と一緒に行ってもカラオケの履歴が、彼氏がエグザイルだったら私は東方神起みたいな。そこにね、愛子とかさ、ゆいとかあっても可愛くねって私は思うんです。でもそれができないんで、初期の頃私はめっちゃきつかったですね。最後、これが本日のメインディッシュ、いきます。6個目、ポコチンを触らない方がいいです。それは何かっていうと、性転換手術別に受けてなくても営みしてる元男の子と男性のカップルっていっぱいいますよ。いっぱいいる、普通にいる。そういう人たちって大体はそのタオル巻いたまま、下はね、で上はやっぱりホルモンで胸が膨らむから、まあ、女性のような見た目になれるんですけども、結構その下を履いてそのまま営みするっていうか、まあイチャイチャするっていうのが結構基本なんですよ。むしろそれの方が基本なんです。だけど一部のそういう、なんだろうな、お前の全てを愛したいんだっていう、その余計なタイプ系の彼氏さんはずり下ろしてくるんですよね。バーンってしちゃうんですけどもそれがめちゃめちゃ私たち元男の子は嫌なんですよ。やっぱり営みしてるから、それはもう、ね、ちょんもらんまになってるわけです。だからお前の全てだけを愛したいんだよって言った瞬間にピラーンってなったら、千年の愛も冷めます。それは断言する。ついてる時はそっとしておいてほしいんです。こんな感じです。皆さんね、最近私性別トーク動画なんか復活してから、下半身の話は結構してたんですけども、意外なところを伝えられたかなって今回思いました。少しでも、あ、元男の子ってこんな人もいるんだなみたいな風にポジティブな感じで捉えていただけたら嬉しいです。私はもう全然もう全てを切り売りしている YouTuber なんで全然気にしません。もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、そして TikTok もやってますので、画面の下からフォローもお願いします。このような質問は、インスタの DM にお願いします。返信はいたしておりませんので、ご了承ください。なんか、健全な、まあ、これ動画にしてもいいかなっていう内容のみ、ご対応しております。あ、ご対応っていうか、動画でこうやって出してるって感じでございます。よろしくねー。また次の動画でお会いしましょう。